皆さんこんばんは、靴ひもです。オープンレベル現在14連勝、15戦目から3週目からやっていきます。よろしくお願いします。3週目から相手の AI が1段階強くなります。これ視聴者様からいただいた情報なんですけども、技選択が相手の技選択が完全なランダムじゃなくなるんですよ。3段階ある技選択、その合理性度合いでいう真ん中です。そう、1周目2周目は完全ランダムで、3周目4周目がちょっと賢くて、それ以降はもうバトルタワーみたいな感じで、もう完全に合理的な立ち回りで向こうが来る、だから今ちょっと相手が強くなったっていう段階ね。段階、はい。ドンファ先生の爪自信、まあ強いですね。チーラって攻撃が上がるやつだよな。大爆発で相打ちにしろってことか。まあ、当時は爆発系の技は相手の防御を半分にしてダメージ計算なので、まあ、攻撃が低くても相手をまあ破壊できるかなと思いますね。もうこれも結構強い。ラムの実、曲がったスプーンではなく今回はラムの実。しっかりと戦闘モードに入った持ち物ですね。 いつもスリーパーってエスパータイプの攻撃技覚えてないのに曲がったスプーン持ってるじゃないですか、序盤のスリーパーって。マジ意味わからんやつ。これは合理的。やっぱり、あれ、立ち回りだけじゃなくてさ、もう出てくるポケモンがもう強いですよね。技もなんか、じゃあさっきのキッキングちょっともう一回。こだわりハチマキか。そこは破壊光線覚えていてほしかったな、破壊光線。してみたく、いや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 、ちょっと迷うな。受け出しできない丸マインは初手で出す。え、ちょっと待って、10万ボルト覚えてましたよね。はい。で、丸マインだし、まあ、ケンタロスとドンファンだよね。ちょっと持ち物もう一回確認。先生の爪、チーラー、食べ残し。ケッキング入れた方がいいのかな。でもなんか2ターンに1回しか動けないとなんか起点にされそうな気がするんだよな。あとなんか相手守るとか覚えてるやつやたら多いじゃないですか。こっちが動くときに限って守るとか使われるともう一生倒せないんで。はい、よろしくお願いします。キーになるのはやっぱり丸マインがしっかり爆発を相手に決められるかどうか、そこですよね。ネロカロス、ちなみにまだこちら個体値がちょっと低くて相手は全員 6V だから、その辺も考えてだから立ち回っていかないとやばいよね。電磁波打つと相手の特性不思議な鱗が発動して防御が上がっちゃうんで、後ろの2体で倒すのが余計厄介になる。ミロカロスは丸マインが仕留めたい。だが爆発を初手で打つのは時期尚早なので、まず10万ボルト、タイプ1 10万ボルトでイエローゾーンに入れてほしい。ミラコは打ってくんな。あ、うまくいかないっすね。電磁波入れた方がいいかな。でも10万2発は倒せないけど、相手の波乗りでは余裕で2発でやられるから、このままダメージレースしてたんじゃこっちが不利ですな。電磁波ラムの実持ってたらマジやばいな。オッケー、いいよ、この電磁波正解だった。10万ボルト、これで4割削って、で相手がしびれて動けないと超アドなんですよ。今回は動けたけど、でもまあ10万ボルト PP が15だっけありますんで、そのまだ焦るような時間じゃない。1回でもしびれて動けないを引き当てれば超アド、急所でもいいっすよもちろん。おっと、反撃に転じてきた。
マルマインかなりのダメージが入りすぎ入りすぎ。しかも、10万、これでもし相手のナメルでやられてもミロコロス自利品だから、さすがに後ろのポケモンの後ろのポケモンというかその控えのポケモンのメインウェポンで倒せるよな。だったらここは相手が動いてこない、しびれて動けない、もしくはナメル打ってこない読みにかけて呪文ボルト、しびれて動けるな、しびれて動けるな、しびれて動けるな、急所来い。麻痺していたのに相手しっかり動けましたね。ケンタロスの特性威嚇を温存したいので、ドンファンを先に出します。まあ相手の方が素早さ強く高いけど麻痺しているので、こっちが先手を取れます。2対2ですね。ちょっとタイプ相性に委ねる形になるな、2対2だと。ああ波乗り打たれたらやばい。いやでもこれだからといってケンタロスに変えても自信じゃ落としてきれないですもんね。どっちにしろドンファンがどこくらいか倒さなくちゃいけないっていう状況に変わりはない。多分波乗りハイドロポンプ打ってくるな。ぶわあ、これ耐えられないですよね、さすがに。くダメか。ああチーム食べ残し、実践、毒クラゲの方が早いってことか。ケンタロス技構成両刀でしたが、おかげで素早さに触れてませんね。まあ、個体値が低いっていうのもそもそもあるけど、あれか、さっきミロカロスマルマインがやられた後にケンタロスを出してれば、ちょっとじゃあ有利に試合運べたってことだな。でも次毒クラゲが出てくるなんて分かんないですからね。自信、あれどういうことだ。これは相手の先制の爪が発動したのか、もしくはミラーコートやら何やら後発の技を打ったの、まあまあまあそれはともかくとして、相手残り第これ特性浮遊ですね。ステミータックル反動痛いけど、普通にステミータックルだよな。うらイエローゾーンにも入るんだな。ヘドロ爆弾180が、こんな食らうんですね。ちょっと待って、相手に当てたダメージの3分の1が反動で入るんだよ。相手の残り HP が144のじゃない、44の3倍、132以上あるよなこれ。相手 HP まだ逃すって HP どうなの。132以上ある、この残り4割5分ぐらいだけど。相手がヘドロ爆弾、でも相手が何かしら攻撃してきたらケンタロスやられんだよな。だから火炎放射でちょっと削ってとかっていう小細工は寒いよな。スピタックル倒せ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 、よし、うおはい、ちあぶねー、ラス1ケンタロス残り HP1 で勝ちました。あぶねーじゃあちょっとこれすごいな、ショート動画にして出したいぐらいですわ。丸前にちょっとやっぱり耐久低すぎましたね。
マルマインを変えてニューロカロスでいきます。うん、いいですね。ただミロカロスとドンファン草の弱点が被ってる。はい、16戦目ですかね。安木さんよろしくお願いします。ギャラドス龍舞八つ当たり型だと怖いよ。あーん、ちょっとなんか癖があるってほどではないけど、ちょっと思ってた方と違ったな。食べ残し、うん、特攻まあまあ、食べ残し持ってて自己再生も覚えてんのかな。まずメロメロ、雨乞いを打ってくる。これ吹雪を当てていくよりもタイプ1天候1波乗り効果夢一つの方がなんか堅実ですよね。あっとメロメロだ。あーっと特殊型。そうくるか。だがあっと麻痺してしまって、まあでも効果抜群でもこの威力ね。だからといってここでドンファンに変えたら相手どうせあれだろう、ハイドラボンぶってくんだろう。安定した立ち回りでいくわ。ちょっと自己再生打つの早いかなと思ったけど、まあまあまあ、とりあえずちょっと雨をやますことに専念します。雨が降ってる状態では相手の雷バチバチ当たってちょっとラチ開かないんで。何何メロメロだ。はいはい、いいね。相手は2分の1、こちらは4分の1の確率で動けません。まだ雨降ってるよ。メロメロだ。あっと、波乗りか。タイプ1、天候1ですが、さすがの特殊耐久。ミロカロス、麻痺していても痺れて動けなくなりません。雨が降り止んだことにより、吹雪か。吹雪、あ、でも相手がまた雨乞いを使ってくるかもしれないから堅実に行きます。あと素で雷を当ててきた。命中 70% を当ててきました。ただいま雨は止んでおります。雨が止んでいるのでさっきほどの火力が波乗りありません。耐えられてしまいましたね。当然ただ相手はメロメロ、しかし雷の命中は低いですから、これ自己再生打つのが堅実。あっと地震物理できたが、ミロカロス麻痺状態なので特性不思議な鱗で防御 1.5 倍。食べ残して回復。はい、でここでとどめの波乗り。はいはい、いやミロカロスさすがの特殊耐久と不思議な鱗で防御が上がり鉄壁ですね。果たしておっとサンダースはドンファンで対処する。ちょっとファンつけます。あっとバトンタッチ、いいよいいよ全然いいよ。これミロカロス変える？一応ミロカロスに変えるかね。あのサンダースを確実にドンファンで仕留めるために一応温存しました。今オーバーヒート急所とか食らったらやられちゃいますからね、さすがにね。シャドーボールゴーストタイプ、当時は一律物理技です。波乗り、さあ放ってきました。オーバーヒート、え、
ああ、九州九州、これが怖いんだよ。白いハーブを持ってますね。はい。うん。あっと、耐えられるか。おっと、ステミタックル。ただそうですね、硬すぎるあまりに反動で倒れませんでした。よし、まあ、ラス位置なのでこのままミロカラスで行ってもいいんですけど、まあ、なんか影分身とか一方的に積まれるのもだるいんで、ドンファンに変える。高速移動、そう来るか。ほら、とどめ刺していくよ。ほら、コッパみじんでしょこれ。はい、あん、ちょっと今のこの手持ち強いっすね。かなり強い、パワーを感じる。うん。エスパータイプを得意としている。個体値低いの気になるけど、ケンタロスを手放すとして、いやー、いや、ケントロスにします。特性威嚇が強いからね。ちょっとどうしてもあの個体値が、あのケンタロスとあのなんだドンファン、あれはあの最初の6体ガチャで手に入れたポケモンなんで個体値低いんで交換したいっていう願望はあるんですけどね。うん、うわ、ちょっと嫌だな。草タイプの技で怖いのはギガドレイン。でもギガドレインって威力60なんですよ。このミロカラスの特殊耐久だったら全然耐えられるはず。なんなら2発耐えてくれるんじゃないかっていう期待すらできる。当てろ、当たる。うん、ただイエローゾーンに入るんですね、意外に。あ、ヘドロ爆弾はこれ大丈夫。タイプ1、物理技ですが、あっと、毒を浴びてしまった。ただ食べ残しで回復し、毒を食らう。わ、当てろ。よし、 OK。 ミロカロス特製不思議な鱗で防御が今上がってます。ミロカロス追加効果で状態異常引きがち。どうしようね、俺って変えるのこれリスキーだよな。エーフィー押すか、ちょい削るか。じゃあなるべくこのミロカロスで削って控えのポケモンでとどめを刺すっていう感じでいいか。食べ残しからの毒、自己再生。いや最後です、来た。オッケー。毒と違って毒のダメージ量が増えないのはいいですね。殴ってくるな。あ、願い事 OK？ ミロコロス大活躍ですね。だから食べ残しが効いてる。食べ残しなかったらとっくに落ちてるんで。
ヤドキング、さすがにミロカロスではきつい。今さらメロメロ打つの意味ないか。少しでも削ります。わずかなダメージ。ここでとどめを刺されてしまう。どっち先に出すべきだ。ドンファンのこの攻撃収束値、これすごいな。攻撃実数値ね。ここで相手の願い事が叶ってしまった。まあいいでしょう。地割れ？いや、地震でいく。ヤドキング遅くて助かる。だからこれ波乗り食らったら、ああ食らった。しかも相手硬いな。無理かなこれ、さすがに。ちょっとヤドキング硬くない？地震よりステータックルの方が威力は高いが、そうか、リフレクターがあったんですね。ごめんなさい。そうか、そうか。そっか、さっきエイフィーが張りましたね。すいません。そうだ、さすがにこのダメージ量少なすぎるよね。ステミタックル。ヤドキング HP 高いから、反動が、いいですね。あと一発で倒せる。冷凍ビーム、頼むから凍るなよ。凍らなければ勝ちです。危ねえ。結構効くねえ。とどめのしてみタックル。はい、危ねえ。いやー、ケンドラス大活躍ですね、今日。ミロカロスとヤドキング、どっちがいいかな。さすがにミロカロスか。エーフィー欲しいけど受け出しできないもんな。このままいきます。セリカさんよろしくお願いします。嫌な相手ですね。波乗りサイコキネスで来るか。まあ自己再生こちらあるので、向こうもでも自己再生あるかもな。食べ残し込みでお互い入るダメージは毎ターン同じぐらいって感じ。冷凍ビーム頼むから凍るな。凍るなよ。危ねえ。ドキドキするわ。これでイエローゾーンに入ったけど、あと2発で倒せるかはちょっと怪しい。早めに自己再生打っとく？ちょっと気が早いか、波乗り。サイコキネス。特防下がるなよ。よし。で、ここでミロカロス自己再生。あっ、覚えてたんかいお前。この木を狙って打ってきましたね。やらしい本当に。ああ、いや、今急所当たってなければ耐えられたんじゃないのか。今急所当たってなければ耐えられてましたよね。くっそー、10万ボルト覚えてたのか。相手が自己再生打ってくる可能性を鑑みて、ステミタックルでいきます。あ、相手の方が早いのか。ちょっ。ちょっと効きすぎじゃない？いくらなんでも。
反動で、危ねえ。いやーでも、相手あと2体いる。ちょっと10万ボルトも覚えてるとは思わなかったし、あそこで急所当たるとも思わなかったな。してられましたね、これね。しかも、これ反動が、ステミタックル一撃で倒せないし、冷凍ビームでワンチャン氷狙うか。あ、気合パンチいいよいいよ。ここで相手は集中力が途切れて技が出せない。イエローゾーン入る、いいね、いい感じいい感じ。かしっかり2発で倒せるのいい感じ。え、これケントロス、これ気逃す相手にはさすがに上取れてるだろう。相手素早さ、種族値70ですよね確か。さすがにケントロス上取れてるだろう。頼むぞ本当に。冷凍ビーム、あ、オッケーオッケー、気合パンチ大丈夫。あー危ねー、これで気逃すさ落とした、オッケー。これ食べ残して地道に回復していくのがまだいいですね。ハガネール、ちょっとステータス確認すっか。ハガネール物理耐久がかなり高いので、こう、地震打つべきか、火炎放射打つべきか。ちょっと怪しいけど、ワンチャン火傷入ったら勝ち確だもんな。とどめを刺されてしまった。まあまあいいでしょう。次ドンファン、相手特性頑丈だったら一撃必殺効かないから、これ地震以外はありえないな。地震、相手の方が早いんかーい。ただドンファン非常に物理耐久が高いから2発耐えてくんない。オッケー、耐えられる耐えられるよ。もう一発地震耐えられるよ。はい、オッケー、倒した、オッケー。あぶねー、ちょっとスターミーの処理ミスった時にヒヤッとしましたが、なんとかケンタロスが頑張ってくれたんで、なんとか勝利をもぎ取った。ミロカロス、スターミーに変えるか。ミロカロス、でもミロカロスじゃ、いやーでも、スターミナの、フルアタ構築でしたよね。非常に広い技範囲、多くのポケモンに弱点が取れる、高い素早さがあり、高い特攻をも誇り、技範囲が広いっていうのはね、それだけで採用理由になるんですよね。クロバット来た。タイプ1サイコキネスで沈めていくよ。サイコキネス、おっと、ステミタックル、ただはい、よし、まずクロバット1体撃破。やっぱスタミン強いっすね。2体目、あーっと、サンダースは大丈夫。ドンファンに変えて、なすすべないでしょ。またこのパターンか。うわー、スタミン 6V だから相手の波乗り耐えられると思うんだよな。カウンターか。10万ボルト、イエローゾーン入る、いいね。波乗り、相手激流は発動してません。スタミン耐えられるよ。はい、とどめ、はい。やっぱスタミン強いな。相手ラスト1体ですね。
温存する意味ないか。最高です。うん、こっちの方がでも早かったですよね。あ、ラムの実でしたっけ、すいません。じゃあもう一発。え、っていうかさ、技の威力これ曖昧なんですよ。波乗りが9、あ、波乗りでよかったんだな、ごめんなさい。まあまあまあ、価値格なので許してください。最高検出ではなく波乗り2発でよかった、普通に。90だか95だかややこしいわ。うん、おっと、ここで素早さが抜かれてしまう。はい、対戦ありがとうございました。うん、ナリスさん対戦ありがとうございました。サンダースやたらよく出てきますね。6人目、ノーマルタイプを得意としている。ノーマルタイプ、このままいきます。若干ドンファンが構築的に重いかなっていう感じはするけどね。自信しかさっきから打ってないもんな。体験さんよろしくお願いします。あ、カビゴン来た。いや、カビゴン相手にすんのは無理だろう。ケントロスで威嚇入れる？地割れで沈めたいけど、ちょっと期待しすぎか。いやでも、ちょっとまず間の出方を見たい。シャドウ部、そう来るか。普通に殴ってくるんですね。ただドンファン、防御は非常に高い。うん。地割れ狙う価値ありますね。てか、ここで打たずしていつ打つんだって感じですもんね。地割れ。まず当たらない。大丈夫。ドンファン非常に物理耐久あるから。あっと、ここで特防がダウン。当てようぜ。よし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 。地割れ当てていく。かなりのアドですね。一撃必殺。2体目。まあ、ここも地割れ打つべきですよね。ここは自信でいいのかな。ここは自信か。相手積み技打つとは考えづらいし、ビルドアップあるかもしれないけど、まあカビゴンよりは、ケッキング自信を打ち放ってくる。いやー、すごいすごい効くな。ただ次のターン相手は怠けていて動けません。うわ、タイプ1でも、3割ぐらいでしたね。3割5分ぐらい。もう一発耐えられますねこれね。実習、これはしゃあないな。ケンタロスが遅いんだよな。これ多分上取られてますよね。じゃあスターミーがサイコキネス2回打って倒します。相手次のターン動かないのでサイコキネス。ここで耐えられて怠けているからのサイコキネス。はい、急所。はい、ラスト1体。ヘラクロス。最高です。よーし。はーい。いや、さすがに、さすがにヘラクロスは欲しいな。健康一滴。ドンファン
ありがとう。ヘラクロス。本日のラストバトルですね。21戦目です。せっかくだろ、もうせっかくここまで来てからもう丁寧に丁寧に戦いたい。エリートトレーナータチさん、寝癖マックスですね。ヘルが来た。シャドーボールが怖いけど、でも上取れているからタイプ1波乗りで倒せる。はい。でもヘルが気合の鉢巻き持ってるやつがいた気がすんな。はい、まず1体数的優位に立ったヘル。あー、ついさっきドンファン手放したばかり。エレブまあまあ早いんだよな。でもこれさ、ヘラクロスは多分上取られてる。で、ケンタロス10万食らって、上取られてもう一回10万食らったら元も子もねえから、これ、変えるの実はリスキーだよな、これな。だったらせめて波乗りで削っとけって話か。波乗り。まあ、これで半分ぐらい削って10万打たれたらもうこれしゃあない。あ、いいっすね。こうってもラムの実があります。いや助かったな、これ10万撃たれたらやられてましたからね。ラス1バリアード、波乗り。いや、これは勝ちましたかね。効果は今一つだよ。いや、スターミーマジ強いな。はい、対戦ありがとうございました。いや、21連勝まで行くの久しぶりですね。いつ以来だろう。なんか最近やたら早々に負ける癖に悩まされていたから、実に新鮮、21連勝って。でも、だって金のシンボルがだから、42連勝で達成なわけだから、折り返し地点まで来たってことですよね。連勝数的にはね。その後半の方が難しいから、全然折り返し地点ではないけど。はい。21連勝です。ご視聴ありがとうございました。